PRA チャンネル。タロットリーダー協会のマリンこと吉永マリコです。今日はライダータロットの大アルカナの一つをご紹介します。本日ご紹介するカードはこちら、大アルカナ11のカードです。11のカードはジャスティスというカード。漢字で書くとこうです。いいし、てんてん、いちつちのてへんめっちゃおーん。もう一度覚えるためにミスナナコに言ってもらいましょう。いいし、てんてん、いちつちのてへんめっちゃおーん。正義というカードです。このカードに描かれている人は裁判の女神テーミス。右手にモロ刃の剣を持ち、左手には天秤を持っていて善悪を図ります。裁判には一切私情を挟まないことから平等性も表していますよ。このカードには正しい決断という意味があります。好き嫌いではなく公正に正しい決断をするというカードです。そしてバランスの取れた判断という意味もあります。正義のカードに描かれている柱は中立な立場を表し、天秤はバランスを表しています。このカードが出た時には何かバランスを取ったり正しい判断をしたりということがキーワードになりますよ。公私の区別をちゃんとして正しい判断をしましょう。次回はまたこのカードと似たようなカードをご紹介していく予定です。どうぞお楽しみに。漢字でも書けるように覚えておいてくださいね。今日の TRA チャンネルはここまでです。またお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。タロットリーダー協会のマリンとミスナナコでした。またねー。